There we go. Gotta go outside. どうする?首相のとこに行くの?ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。Able to travel on this thing? I could probably just travel all the way there. Pretty sure he still got some good pictures. I don't really care for that. Domo, Kairi Mitsimo Yoroshikune. そういや、いつも写真撮ってんのな。うん。ノクティス様ブロマイドを売って、一儲け。は、誰が買うんだよ。欲しい。人いるでしょう。いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。What happened? I get stuck.Dude, he got stuck. This. How the fuck? Stuck? What the hell? How did he get stuck?What is that shit? I literally walked up the stairs and stopped moving. I never thought that would be possible in a game where you can get stuck.Yeah, that was a bug. What the hell? How the fuck did you get stuck on the stairs and stop moving? I really gotta stop trying to tell me things like that.Oh, once negotiations begins, you won't be able to go back to the city. Oh, well, shit. Guess I won't be going back to the city then.
よく来てくれたわね。どうも。I'm gonna be killed with this person.挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね、天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？神様といろいろ話をすんだろ。ええ、わざわざ眠っている神を起こしてね。人間側の都合で機嫌よく目覚めてくれるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。それが取引の話か。話が早くて助かるわ。じゃあ早速次に進みましょうか。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、出なきゃ儀式はさせられない。避難はいいとして町への被害は？お気遣い感謝する。そっちは容認するつもりよ。人を守ってもらえればいい。それが最低限の条件。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。マジか、困ったな。私もよ。言い直すわね。儀式が終わったらカンナギのことは任せる。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。とりあえずやれるだけやる。これは取引よ。考えが甘ければこちらの対応もそれなり。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。That would be a dick.俺もそうしていいのか。上に立つ者として誰にでもいい顔はできないでしょ。
犠牲者は出さねえよ。へえ、面白いこと言うわね。少し父親とは毛色が違う。どう転ぶかしら。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ、面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレイニスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援とは？敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカー？もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。ケージができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。何かあれば海の底に捨てるって話なら、奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことを忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。One of those dead-ass why they just ran in there with guns like that. Like, just, he just pointed at her like, look, I have this gun to your face. I'm not going to shoot it, but, you know, I just have this gun to your face. I just wanted you to acknowledge the fact that we have like a bunch of weapons and
you know, aimed at you. So, yeah, we're not going to kill you, but I guess this is a failed attempt at trying to intimidate you, considering that we're not going to kill you because we need you alive. But, hey, you know, it's just really just for dramatic effect, and we don't really want to bring harm to you. I just, like, who was going through your head at that time? Alright, so what we're gonna do this is better get in some black.皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失ったあの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の道からがあるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの道からをお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。Wouldn't you know that the black guy is the first one to do the slow clap?Would have guessed, right?頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。